皆さん、レルファでワクワクしてますか？勝手にレルファを語るラジオ DJ ツインテです。今回は第40節東京ヴェルディ VS レルファ山口 FC について語っていきます。はい、今回はですね、アウェーゲームですね、味の素スタジアムでの開催となりました。今年のですね、アウェーゲーム初めて車以外でですね、今回は移動しました。で、東京ということもありましたので飛行機でですね、今回は移動しまして、これもですね初めてなんですけども、アウェーでちゃんとしたホテルを取ってですね、一泊でお邪魔をね、いたしました。ちょっと飛行機がですね遅れたりというようなこともあってですね、本当はもっと早くスタジアムにですね到着するつもりだったんですけども、実際にスタジアムに着いたのはですね14時を過ぎてからというようなですね状況で、もう選手がですねピッチで練習をしている状態でやっとスタジアム入りということでですね、預かってた弾幕もですね結局もう空いたスペースにねギリギリなんとかね貼るというような感じで、ビバとですね狂い玉屋の弾幕持って行ったんですけども、ちょっとそれでね私が到着が遅れてしまったので、ちょっと端っこの方に貼らざるを得ないというふうな状況にはなったんですけども、ダゾーンのカメラにはですねそこそこ抜かれてましたので、まあ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 良かったのかなというふうな感じですね。はい。で、羽田ですねから移動しましたけども、大体1時間ぐらいですかね。まあ京急乗り継いで JR とかねっていうことで、一番最寄りの駅までですね一切駅から出ることなくね到着と。で、駅からもですねまあすぐ5分ぐらいね歩けばスタジアムに着くということで、アクセス良かったですね。はい。で、スタジアムの中でですねあんまりお食事は期待できないよというふうな話は聞いてましたので、途中のですねコンビニで、でも時間ももうなかったのでおむすびだけ買ってですねもうスタジアム入りというふうなね感じになりましたので、結局ですねゴール裏のエリアから一切移動してませんので、スタジアムのねグルメ常設のものと、まあ車でちょっとね屋台っぽい感じで販売されてたのもあったみたいですけど、結局そちらの方はですね全然お邪魔ができなかったというところですね。はい。で、最寄りの駅もですね降りた時に最初に目に入るのがFC 東京さんのフラッグということでですね、でよく見るとヴェルディさんのね旗もありましたけども、やっぱり J1 と J2 の差ってこんなに違うのかなというふうなですね感じがいたしました。はい。で、駅降りてですねスタジアムを歩いていく途中に、なぜかですね居酒屋さんのところにレノファのポスターがですね2枚ほど貼ってあって、他のねレノファのサポーターの方も不思議がられてたみたいですけども、まあ誰かが持っていったんでね貼ったんじゃないかと思いますけども、はい、ちょっと異様な感じでしたね。あとはですねちょっとびっくりしたのが、たまたまですね宇部空港から移動してた時にですね、ちょっと面識のないレノファのねサポーターさんと一緒に移動してたんですけども、2人でこう盛んにね行ってたのは、ユニフォーム着てる人がいませんねいませんねっていう感じでですね、駅に着いてほんと数名ね見かけたぐらいで、まあ、レノファのオレンジが目立つっていうのもあるんでしょうけども、まあ、レノファの場合はですね自宅からオレンジのねユニ着ていく方が結構いるので、まあそれが普通かなというふうにも思ってたんですけども、東京ちょっと違うんですね。はい。これはちょっと新しい発見でしたけども、まあ、初めてですね関東圏のアウェーのねゲームを観戦しに行ったので、まあちょっと驚きというか発見というか、ああこちらのね都会の方ってこういう感じなんだなっていうのがですね改めて認識をいたしました。
でスタジアムはですねやっぱり2階建ての構造で、まあ、今回ですね2階席は公開されてませんでしたけども、まあ、2階建てでね全周に屋根があってやっぱセンスターいいなとは思うんですけど、サッカーのね真ん中のピッチの周囲側のフットサルのどうもゲームがねできるようにということで結構なスペースが取ってあるので、センスターっていう割にはですねちょっと距離があるような感じでしたね。でゴール席、ゴール裏席のですね手すりもどっかのスタジアム、これ長崎のトラスタと一緒なんですかね、ちょっと外側にこう振られたような感じで少しね維新と違って違和感があるんですけど、まあ高さが特別高いわけでもないので割とあの旗の方はですね振りやすいスタジアムでした。はい。ただ時間がなくてですね、あの結局まともに見て回ることがね、できなかったのが今回はねちょっと残念でした。はい、それではですねゲームの話に移っていきます。スターティングメンバーからですね、ゴールキーパー村上正明、ディフェンダー星雄二、アベル・ルシアッティ、渡辺光大、宮城正文、広木優馬、ミッドフィルダー佐藤健太郎、鳥海優也、小塚和樹、小野瀬康介、フォワードレオナルド・ラモスというですね、布陣になりました。でサブの方ですね、ゴールキーパー山田元気、ディフェンダー前高幸、ミッドフィルダー高柳一生、加藤大輝、和田正史、フォワード岸田和人、大石嗣俊というですね、布陣になりました。で選手の交代はですね、前半終わってからのですねハーフタイムで鳥くんからね岸に交代と、であとはラモスからですね大石くんに交代ということになりました。でラストですね後半36分ぐらいになるんですかね、はい、星くんからですねマイクに交代ということで、星くんの交代は何だったんですかね、ちょっと時間稼ぎにしたら少し早かったような、気もしますけどもね、はい。でまあ今回ね、まあ、結果皆さんご存知と思うんですけど、一番笑ったのがですね、あの3点ともですね、見てる我々からするとですね、全部オウンゴールですね、はい。まあちょっとね、枠に飛んでたのが向き変わったりとかっていうのがあったり、枠にね行ってないのがこうゴールに入ったりとかっていうのでオウンゴールになったりオウンゴールじゃなかったりと、いうようなね、こともあったみたいですけども、まあちょっと面白いゲームでしたね、はい。で前半ですね、入りはですね、もうレロファ何やってんだこいつらみたいな感じで、かなり悪かったですね。でディフェンスにですね人がいる割には結構ね、あのヴェルディに攻め込まれてクロス上げられたりということで、決定機をね何本か外してくれたおかげで複数失点はね、なりませんでしたけども、であとね帰ってからダゾーンでこう見直してたら、まあ、解説の方もちょっとフォーメーションにねどういう、リアクションされてるのかって思ってましたけども、なんかシックスバックとかよくね分かんない、布陣ですね。で結局いつものパターンでですね、攻め込まれてファールでフリーキック与えて、そこからねやられるということで、まあ、今回はですねシュートコースにはですね村上飛んでたんですけども、ラモスがちょっと中途半端にね足出しちゃって、もう少しね5センチか10センチかこうね足が伸びてると枠を外れてたのかもしれませんけども、まあ絶妙なアシストみたいな感じでね、村上が飛んだコースと反対の隅にね、まあ、転がってしまったということで、
でこれがですね、まあ、前半のね、まあ、12分13分ですか、はい、また失点され、あの先制点をね上げられたかっていうふうには思ってましたけど、まあ、割とね早い時間帯での失点だったので、現地ではですね、まあまあそんなね諦めムードみたいなのはなかったんですけども、前線にですねラモス一人っていうことで長いのをですね何本か入れるんですけど、やっぱね前に一人ラモスだけだとね収めてもそこからね次に出す人がいないというような、状態でしたので、ちょっと得点の匂いはあんまり、しなかったですね。でまあいいようにですねベルディの方にと、ボール回しをされてということで、まあまあオンゴールでね1失点はありましたけども、まあそれ以外ね、決められなくてよかったかなという感じですね。まあ得点の匂いはしませんでしたけども、あんまり大幅にね崩されて失点するとね、いう雰囲気はなかったんですけど、まあレノファーもね良くはなかったんですけども、ベルディさんもあんまり調子が良いような感じはね、しませんでしたね。はい。で、まあまあ何とかね1失点で前半を耐えしのいでハーフタイムにね入ってということで、後半がスタートになりましたけども、ここで2枚替えですね。まあなんか後のインタビューだと、もともとそんな予定だったとか、監督ね言われてたみたいですけども、まあこの2枚替えですね、あの岸と大石が入ってからのですね、まあレノファの代わりようですよね、全く別のチームかっていう風なんですね。とにかく前からねどん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 こうプレッシャーをかけに行ってくれるので、後ろがね守りやすくなってるんですね。まあ、人数自体はですね減ってますので、守備力としては落ちるのかもしれないんですけども、前の方からですね最初にね球を取りに行ってくれるので、後ろがね余裕を持って、ディフェンスができるということで、あと高台ですよね、きっちり止めにね行ってくれたりというのもありますし、宮もね相変わらず頑張ってくれてましたの で今回特にですねルシャッティ、今までねなんとなくちょっとあんまり信用してなかったんですけど、今回もいいね動きをしてくれてまして、最初からね後半のゲームやれよっていう風なことをねみんな言ってましたけど、はい、まあなんとかね失点の匂いはあんまりなかったですね。でどっちかっていうとモレの方がボール持ってね支配するような感じになってまして、でセットプレーからですねちょっとベルディのディフェンスが緊張の糸がね緩んだのか疲れが出てたのかよく分かりませんけど、騎士がね一人ノーマークですね。でまあそのフリーキックね頭で合わせて、コース自体はちょっと枠には飛んでなかったみたいなんですけども、ベルディの選手にね当たってゴールに入るということで、これで同点ですね。でもがぜんもうゴールラーをねよし行けるぞっていう風な感じで声量もね上がりましたし、多分下松でね PV もされてましたけども、まあそちらの方でもかなりね盛り上がったんじゃないかと思うんですけども、その2分後にですね岸田が収めてね、そこからあと小塚に当たって、でいつは見たようなですね右サイドがですね大野瀬に長いフィードが出て、で普段だとまあ大野瀬がねドリブルで切り込んだりとかクロス上げたりっていう風な、ところにですね岸とか今回ねラモスじゃなくて大石君だったんですけどが飛び込んでっていう風な感じだったんですけども、大野瀬がね上げたクロスが相手ディフェンダーに当たってですね、もう絶妙に相手キーパーの
頭を越えてですね、ゴール左上、あれは取れないよねっていうところにですね、スポッと収まって、逆転と、いうことですね。はい。ということで、まあそれからですね、ベルジさんかなり前がかりにね、なっては来てたんですけども、レノファの方もね、ディフェンス陣が奮闘したのと、あとは村上ですね、多分村上のファインセーブでですね、3点ぐらいは止めてると思いますので、あの村上のね、頑張りもなかったら、今回ね、勝ちにつながってなかったんじゃないかなというふうに思いますね。ルシアッティもいい感じで相手潰してくれましたし、コーダイもね、頑張ってくれてましたし、もう、現地でね、見てる感じでは、もう早く、とにかくね、早く終わってくれ、終わってくれと。いう風な感じですね。で AT も4分で出た時にちょっと長いなと思いながら、こう AT に入ってからのね失点っていうのがもう何回もですね今年は見せられてますので、早く終わらないかなっていうのをですね、こう悶々としながら、応援ね、してましたけども、なんとかね集中力も切れずにみんなね最後までディフェンス頑張ってくれて、2対1でのね、逆転での勝利ということになりました。はい。で、山口一番もね、近くまで来てくれたんですけど、ちょっとね、照明の角度と位置的なもんもあって、ピッチの周りがですね、結構広いスタジアムなので、選手がね、山口一番やってるところは意外と、照明があんまり当たってなくてちょっと暗かったりということでですね、選手の顔が見にくかったりと、ようなこともありましたけども、残留にねつながる貴重な勝ち点3をね、ヴェルディから勝ち取ったということでですね、残り2試合になりましたけども、まあ、サヌキさんがね引き分けて勝ち点1を積み上げて、熊本さんが負けたので勝ち点差はですね、熊本とは3、さぬきとは4ということでですね、上の2チームがね結果次第では自力での、あ、自力じゃないですね、上の2チームのね結果次第ではレノファーのねきっちり2勝を挙げれば可能性としてはね出てくると、いうような、ね、感じになってます。はい。で、次節はですね、町田さんになりますけど、アウェーでほとんど負けてないので、相性はね、そんなに、悪くないと思いますね。あと、町田さんは、昇格が絡むわけでもなく、降格でもないと、のことでですね、そんなに高いモチベーションは維持できてないんじゃないかなというふうには、いうようなね、感じがするので、レノファ的にはですね、踏ん張ってもらって、アウェーね、続けて連勝して、またね、勝ち点3を持ち帰りたいなというふうにね、思います。はい。で、今回ですね、アウェーで宿泊をしてね、観戦したということで、初めてですね、ゲーム終わった後に、他のね、サポーターさんと一緒に、飲みに行ってですね、祝杯を、無事ね、あげることができました。はい。ということでですね、初めてね、公共交通機関で行った、安倍ね、宿泊で行った安倍ゲームで、ちゃんとね、勝ち点のね、お土産を持って、祝杯をあげることができてということでですね、非常にね、楽しい遠征になりました。はい。この勢いを買ってですね、町田線、今回はですね、車で行きます。はい。1000キロぐらいね、あるらしいんですけど、まあ、今回はですね、ちょっと、便乗させていただく形になるので、そんなにね、運転するのって、どうですかね、5、600キロぐらいね、運転するぐらいかなと思ってますけど、はい。町田線でもですね、頑張って勝ち点3を持って帰れれば、いいなとね、いうふうに思ってますので、はい、現地行かれる方はね、一緒に
声援を送りましょう。で、行けない方ね、ダゾンとかで観戦の方はですね、また念を送っていただければと思います。はい。それではですね、次節も選手のね、後押しを頑張りましょうというところでですね、今回の放送は終わりにしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。Thank you.